い、こんにちは、エピローグです。よろしくお願いします。イエイ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 。さあ、僕たちが答える質問はこちら、無人島に行くとしたら一番サバイブしそうなメンバーは何を持っていくという質問です。うん、誰が生き残るかって話だよ ね。逆に誰がない、リンカ、これね、なんでリンカない、トミカーもないと思う。あ、俺もない。俺コンビニ蓄えあるけど蓄えでいい、たくさんね、これ消費して生きていける。弱そう。あ、弱コンビね。弱コンビ。あなたでも一番狡猾に、なんか実は生きてたみたいな、死んだと見せかけて。シティーボーイだから。確かに虫とか無理だよ。あ、自然と仲良くできる。あ、なるほどね。コンビニ綺麗だからさ、そこにサライトとかこれ住めない。結局死んでちゃう。リンは、私はいけると思う。いける？本当に？何食べんの？海とか。いや、それはそうだ。嫌いなもの多いし、確かにキノコ食べれないの地獄じゃないですか。ナスとキノコしかない島だった。あ、それは死ぬ。独特すぎるけど、ナスとキノコしかない。環境のいい島だったら生きる。当たり前だ。エアコン完備とかね。エアコン完備、無人島じゃないけど。絶対人いたんだ。トイレとお風呂別とか。もし一人暮らしにしてもまあまあいいじゃんけど。トイレもお風呂もない。二人でやっぱね、生き残りそうなのは。俺も全然無理だよ。今回料理作れるから。あ、まあ、そう、材料とかないけどな。鍋とか、その辺の草とかスパイスにこうゴリゴリしてカレーとか作ってそうだけど、海の魚取ってきてそうじゃん。森とか確かに森料理とかから始めないといけない。そうじゃん、用意されてないもんね、別に。あ、でも何を持っていくまであるからな。それで森を選べば、まあそれできます。いや、そうだろう。何持っていく、2人だったら生き残りそうな2人としては。一つ家族写真とか。思い出に浸るタイプで、この子に及んで。それどころじゃないのよ、大事だけど。あんま生き延びる気持ちない。最後もう死ぬんじゃってる。いい人生だったなって。覚悟できてるから。よく何持ってる？よく食べ物持っていっちゃう気がする。もうそんな目先の利益でいく。一つだよ。すごい愚かなこと。あいつ死ぬわ、多分。いや、ダメだったわ。早めにダメだもらえるから。せっかくそんな、行くことが分かって持ってくものも決めてんのに、そんな早く救助来ることある。そっか、無人島に行くのか。そうだよ。分かってて行くんだよ、これから。なるほどね。じゃあ、暇つぶしができるものあった方がいいかな。死ぬくね。分かった。聞いてた今、よく過ごしに行く。楽しもうとしてさあ、ということで、ラボウチ冬ライブサバイブ、最後までお楽しみください。僕たちの演奏をどうぞ。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせ掴めないのに、初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて離さないと優しさが濁った日々の憂鬱は満員電車みたいだ。
と幸せだったな。そばにいるだけでただそれだけでさ。タラ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 愛が愛が僕に噛みついて離さないというけれど君の目覚めた形は変わらないみたいだ。舞い上がっていけいつか夜の向こう側ありがとうございます。4年目同期バンドエピローグと申します。よろしくお願いします。ラボチフライブサバイブも、中盤後半に差し掛かってまいりました。ツイキャスでのコメントや、ラボチサバイブハッシュタグラボチサバイブをつけて、ツイッターなどどんどん盛り上げていってください。僕たちからは残り2曲目3曲目とお送りいたします。それではお聴きください。2曲目愛を知るまでは。いざ手のなる方へと導いたのは誰でもない自分自身なのに自信がないよ。笑っちゃうな。もたついている空気が抜けたままの体だ。走れろ走れと続く人生という名の死ぬまでのエピソードは軽いままの体では吹き飛ばされてすぐに終わってしまうな。ああ誰にもないものを持っていたいのにな。無理やりに抱きしめて物を持っていたいのにな。
てた心を今ほどいて、優しい心を持ちたいのだけれど、時にはがむしゃらに怒って、涙は真に受け止める。生きてゆこう。ありがとうございました。エピローグでした。